あんた本当に来たのか。商談先に着いた途端、担当者に笑われた。どういう意味だ？本当に契約すると思ってきたの？首をかしげる俺に、担当者は見下すように笑ってくる。この瞬間、俺の中で怒りが爆発した。こいつを見返してやる。俺はそう決めたのだ。俺の名前は山下。父が経営する繊維工場で働く35歳だ。父はそろそろ引退したいようで、俺は次期社長として経営なども勉強をしているところ。今抱えている大きな案件が落ち着いたら、次期社長として引き継ぎをしていこうと父と話している。この大きな案件というのは、とあるアパレルメーカーの子会社との商談だ。この子会社は近年、アウトドア商品にも力を入れている。俺は5年前の30歳の時に、寝袋などに適している特殊な繊維を開発した。売り込み先として選んだのが、この子会社だったのだ。たまたまインターネットでこの会社がアウトドア業界にも進出するという記事を見てアポを取った。うちの工場は田舎にあり、先方までは片道5時間かかるのだが、担当者の大石さんはよく話を聞いてくれ、順調に計画は進んでいった。しかし半年ほどすると担当者が変わってしまったのだ。大石さんは親会社に異動になったという。新しく担当になったのが木村という40代の男だ。前任者との引き継ぎの時は腰が低くて丁寧な人だと好印象だったのだが、翌日から態度が一変。あんたの工場相当など田舎にあるみたいだな。といきなりバカにしてきたのだ。どうやらこっちが木村の本性らしい。名前の知られていない田舎の工場の製品をうちが使ってやろうって言ってるんだから、うちの要望には答えてもらわないとな。と木村に言われ、一瞬腹が立ったが、俺の目標は父の工場を大きくすることだ。それにこんな小さな工場でもここまでのことができるんだと世間に見せてやりたい。という思いを秘めていたので、怒りを抑えて木村の話に合わせることにした。そんな俺に対して木村は、あんたみたいにヘラヘラする奴に任せて大丈夫なの？ちゃんと要望聞かないと契約してやらないよ。と常に見下してくる。木村は浅い知識で、ここをこうしろと指示してくるのだが、知識がなさすぎるので説明しても理解してもらえない。そして無理難題を言ってくるのだ。それでも俺は木村のところに通った。うちの名前を世に広めたいという思いは相変わらずだったが、いつの間にかもう一つ、先方に訪問する理由が増えていた。それは受付にいる香りの存在だ。先方に通ううちに俺たちはだんだんと打ち解け、同じアーティストが好きだと判明した。それからは SNS でつながり、一緒にライブに行った帰りに告白。香りも笑顔でうなずいてくれたのだ。俺は香りに会うのも楽しみで、木村に何を言われても気にしない強靭な心が育っていった。交渉を始めてから5年。俺は35歳になり、香りは32歳になった。そろそろ結婚したいと思い、プロポーズをし、受け入れてもらったので、家族に挨拶をすることに。香里の母親は早くに他界しているそうで、父親に会うことになった。すると香里の父親は、俺に仕事のことを根掘り葉掘り聞いてくる。工場というのは聞こえが悪いだろうか、と心配したが、俺は自分の仕事に誇りを持っている。そう思い、俺は堂々と自分の仕事のことを話した。香里とは交渉先の会社で出会ったことも話すと、どこで知り合ったのかと思っていたと笑われ、俺の開発した繊維の話をすると、
目を輝かせながら細かいことを聞いてくる。香里の父親の職業を聞いてもはぐらかされてしまったので、もしかして同業なんですか？と恐る恐る聞いたのだが、ああ、まあそんなところだ。と笑顔で答えられ、結局はぐらかされたままだ。でもお父さんとはいい関係が築けそうだと確信。この時、木村との本格的な商談の日が半月後に決まっていたので、それが決まったら結婚しようと言っていた。香織が仕事を辞めて、俺の地元で生活することも決めている。だが俺は香織のことを心配していた。お宅の木村さんにど田舎だって言われているんだぞ。大丈夫？と香織を地元に連れて行った時に何度も確認したが、香織は笑ってうなずく。私、昔はこういうところに住んでたの。山を駆けずり回って、川で水遊びをして過ごしたわ。今の暮らしもいいけど、やっぱりこういうのんびりしたところが私の肌には合っているのよね。そう言われ、俺は香織を絶対に幸せにすると誓った。そろそろ商談の方も何とかしたくて、俺は木村に連絡をする。すると、大手の工場と提携できそうなんだよ。そうしたらあんたみたいな町工場はいらなくなるんだよな。と言われた。俺は怒りを抑えながら、これは特許申請もしている技術ですし、木村さんの要望を飲んできました。さすがにここに来て他に乗り換えるというのは、と冷静に話す。すると木村は珍しく、そうかそうか、じゃああんたの熱意を買うよ、と言ったのだ。急ではあるが、それなら商談を急ぎたいとのことで、明日木村を訪問することになった。翌日、俺はいつも通り片道5時間かけて訪問。しかし木村は俺の顔を見るなり、あんた本当に来たのか、と笑い始めた。商談を急ぎたいとおっしゃったのは木村さんですよね。木村の笑っている意味がわからず首をかしげる。すると木村は腹を抱えながら、冗談通じないの？あんたみたいな名もない田舎の町工場と契約する気あるわけないだろう、と言い出した。俺は頭に来て、じゃあ今までの交渉は何だったんですか？こっちは片道5時間かけて来てるんですよ、と怒鳴ってしまう。はあ？ここまで片道5時間ってマジ？と木村は笑った。木村は、よくそんな時間の無駄になることしてきたな。さっきも言った通りだ。町工場とは契約なんかしねえからさっさと帰れ、と言って笑いながら続ける。半日もかけて往復するなんて、あんたただのバカだな。そう言われて、俺は本当に頭に来た。でも、ここで怒ったところで意味がない。腹渡は煮えくり返っていたが、なんとか、わかりました、と言ってきびすを返す。会社を出る俺に、香織が声をかけてきたが、ごめん、今話せる状況じゃない、と言い、俺は立ち去った。そして帰り道、なんとか気持ちを整理しながら、俺は電車の中で長いメールを打ち、香織に木村とのやりとりを伝えた。香織からは、信じられないというメッセージが送られてくる。俺だって信じられないよ。俺は5年間を無駄にしたというのか？だったら別の会社に売り込めばよかった。しかし、もともと話を聞いてくれていたのは木村ではない。前任の大石さんだ。俺はふとそう思い、確か大石さんは親会社に異動になったはず、と思い出した。俺は迷わず親会社に電話をし、大石さんと話したいと伝える。時間はかかったが、なんとか大石さんにつなげてもらえた。大石さんは、山下さん、どうしたんですか？と以前と変わらない様子で話してくる。俺は大石さんに、
木村さんはもともと契約する気がなかったみたいなんです。と話し、今あったことを説明した。すると大石さんは激怒。なかなか商品化されていないことが気になっていましたが、まさかそんなことが。申し訳ありません。その案件私の方で何とかしたいのですが、山下さんはまだうちと商談する気はありますか？そう言われ、どういうことですか？と思わず聞き返してしまう。大石さんは、実は子会社でのアウトドア事業があまりうまくいっていなくて、でも伸びしろのある事業なので、うちの方でしっかり精査して商品化しようという動きが出ているんです。と教えてくれた。つまり、親会社で商品化するアウトドア商品に、うちの繊維を使ってくれるということだ。俺は、もちろんです、とはっきりと言った。とはいえ、まだどうなるかはわからない。俺は肩を落とし、5時間かけて家に帰った。翌日、朝から俺の携帯に電話がかかってきた。なんと相手は木村だ。今さら何の用だ、と思ったけど、ひとまず電話に出た。すると木村は、一体どうなってるんだ、と慌てているので、俺は首をかしげる。何のことですか？と聞くと木村は、あんたの工場がニュースになってた。うちの親会社と提携しただって？どういうことだよ、と言ってくる。確かに昨日、大石さんとはそのような話をした。しかしまだ正式に契約はしていない。だが電話をしながらネットで見てみると、確かにうちと大石さんのところが提携するという記事が見つかった。電話の向こうでは木村が、あんた何したんだ、このままじゃ俺の立場がなくなるだろ、と慌てている。俺はとにかく大石さんに確認をしようと木村の電話を切った。するとそこへ従業員が俺のことを呼びに来る。お客様ですよと言われ、出て行くと、なんと大石さんがいた。それと、その横にいるのは、相手は俺を見つけると軽く手を挙げた。お父さん？大石さんの隣にはなぜか、香里の父親がいたのだ。俺がパニックになっていると、大石さんが口を開く。すみません。昨日山下さんと連絡を取ってからトントン拍子に話が進みまして、ぜひきちんと契約をと思いアポなしで来てしまいました。と言いながら、俺は頭の中が真っ白になっている。大石さんは、まさか社長の娘さんの婚約者だとは、世間は狭いですね、と俺を見て笑った。社長？俺は再び驚いて声を上げる。すると社長は、驚かせて申し訳ない。交渉している会社の親会社の社長だなんて知ったら恐縮してしまうと思って、この間会った時は言えなかったんだ、と言う。社長は続けた。香織から事情を聞いてな、せっかく素晴らしい技術を売り込んでくれたのに、うちで使わないなんてありえないと思っていたら、ちょうど大石くんが来て、その話をしていったんだ。それならうちの会社で新しい事業としてやろうと、すぐに話がまとまったんだ。ちょうど記者と別件の打ち合わせが入っていて、後日ちょっと宣伝してもらおうと思ったら、フライングでニュースに流れてしまったんだ。とんでもない展開だが、俺にとっては嬉しい限りだ。この時社長はこう言っていたが、ニュースになることで、うちの工場の名前が全国に知られればいい、と思い、あえて記者に話したのだと香織から聞いた。俺は、ありがとうございます、と頭を下げる。すると社長は、いやー、そりゃこっちのセリフだよ。この間会った時、私がその技術に対して質問をしても、嫌な顔一つせずに丁寧に教えてくれた。その姿勢も本当に素晴らしいと思ったんだ、と言った。俺はなんだか照れてしまう。大石さんは、早速ですが契約書をお持ちしました。
と書類を出した。なんと絶望的だと思われた木村との交渉からまさかの大逆転だ。契約が済むと大石さんが電話を始めた。相手は木村だ。大石さんは、今山下さんと契約を締結させた。君を後任に指名したのは間違いだったようだな。と木村に言うと、スピーカーフォンから、違うんです。と慌てる木村の声が響く。そして木村は、私はより良いものを作りたくて、山下さんにはもう少し改良してほしいと要望を出しただけですよ。と言い訳をした。俺はさすがに頭にきて、もうあなたの要望にはうんざりです。あなたが言うことはいつも現実的じゃない。できるかできないか、必要か不要か、何もわからずに要望を出すのはやめていただきたい。もう少し勉強してから要望を出してほしいですよ。と、今まで腹に抱えていたものを初めて言葉にする。俺の声を聞いた木村は、あんたそこにいたのか。俺が何もわからないだって?そんなのあんたも同じだ。あんたみたいな名もない工場と契約なんて、うちの会社の名がすたる。そんなこともわからないのか?と言ってきた。ここに大石さんがいることを忘れているのだろうか。いや、それ以上に、俺に恨みを持っているのだろう。見下していた俺に出し抜かれたようで、木村は悔しいのだと思う。でも、俺は今まで悔しさに耐えてきた。俺は反論する。知名度だけで考えていると判断を誤りますよ。現に大石さんは名も知れていないうちの技術を単純に技術力だけで評価してくれたわけですし。すると大石さんが口を挟んだ。山下さんの言う通りだ。そこへ社長も口を開く。その考えが我が社の考えだと思われるのは困る。この技術力がわからない人間がいるなんて、そう思われる方が我が社にとってのリスクだ。君は一から研修をし直すんだな。木村は誰だかわからなかったようで、と口ごもったが、大石さんが、社長のおっしゃる通りだ。と言うと木村は、社長?と驚いた。社長は、娘の香織からも君の話は聞いた。今の立場でいられると思うなよ。と釘を刺す。木村は、娘?とまた驚いた。香織は自分が親会社の社長の娘だとは社内の誰にも言っていなかったらしい。木村が驚くのも無理はない。俺だって香織の父親が社長だったなんて知らなかったんだから。大石さんと社長が帰ってから、俺はすぐに香織に連絡をする。香織が根回しをしてくれたのだろう。しかし香織は、何言ってるの?私は状況を説明しただけ。お父さんはあなたの開発した技術力を絶賛してたからね。当然の結果よ。と言ってくれた。結局この事業は大石さんが担当になって、その後もトントン拍子に話が進んでいった。最初はそこまで大きな反響はなかったのだが、購入者の口コミが広まり、だんだんと売り上げが伸びていく。大石さんも、やっぱり山下さんと取引をしてよかったですよ。評判も上々です。開発中の新商品にも力を貸していただきたい。と言ってくれ、俺は胸をなで下ろした。木村はというと、降格になり、今は店舗に配属されているそうだ。年下の店長に指示されるのが嫌で、反発をしているらしいが、それが本部にはダダ漏れ。厳重注意を食らい、後がないのだと大石さんが言っていた。この間様子を見に行った時は、お客様に怒鳴られ、涙目で対応していた。と大石さんがため息をつく。一度、香織が退社するという日に香織を迎えに行ったのだが、現地に早く着いてしまったので、好奇心で木村が働く店舗に立ち寄ってみた。すると、
お客様の対応をする木村の姿があった。しかし、お客様の質問に答えられないようで、右往左往している。しまいには別の店員が出てきてお客様を対応。その後に木村はこっぴどく叱られていた。どうやら初歩的なミスをしたようだ。きっとこんな調子で日々怒られているのだろう。木村のように人を見下す人は大抵打たれ弱いと俺は思っている。今後木村がどうなるかは知らないけど、人に迷惑をかけないように仕事をしてほしいものだ。俺は香織と結婚し、工場の近くに新居を構えた。俺は次期社長として引き継ぎを始め、来年には社長を継ぐことになっている。香織も工場を手伝ってくれていて、いつも楽しそうだ。社長、元いお父さんも時々遊びに来るし、いい関係を築けていると思う。それに大石さんは、なぜかうちのような田舎が気に入ったらしく、小学生の息子さんと奥さんを連れて、たまに遊びに来るようになった。公私ともに順調で、俺はとても幸せだ。これからは香織を幸せにすること、工場をしっかり継ぐことを目標に頑張っていこうと思う。